が高くてね、こうやって海水浴シーズンじゃないときはすごい綺麗な波動で、この波の海のパワーをこうやってなんか浴びれて、やっぱこの三浦海岸すごいパワースポットなんですよね。今後ヒーラーサジナとしてはやりたいこととかあるんですか？まあ、そうだな。確かに今日みたいなこんな時に、まあ、人もいないし、こうちょっと人数多めで外でこの海のパワーを浴びるっていうメディテーション、瞑想したいですね。こういう自分の心のなんかモヤモヤとかそういうのがもう綺麗に洗い、綺麗さっぱり洗い流されて、なんか本当自分の特質とか自分の本来持ってる魅力とかそういうのがどんどんそれぞれみんなが出てきて、まあ、それを発揮して生きやすくなるっていうのがあると思うので、こういうところでちょっと瞑想できたらいいかなっていうのはあります。ヒーラーとしてこう生きる理由っていうのは何なんですかね？自分を生かしきるって感じですかね。自分が持ってるものがそれぞれみんな生かしきって生きられればすごい幸せだなと思って。